皆さんこんにちは、ラケットハウスキングの桑田さんです。さあ年末恒例となりましたヨネックスさんの限定ソフトテニスラケット F レーザー 7S 7V、 こちらの予約のねラケットハウスキングの方ではただいまより開始いたしましたのでお知らせしたいと思います。はい、ではこちらもう早速ね見たいと思う方多いのでこちら画像出します。ドンと、もうヨネックスさんの公式サイトでも出てると思いますし、うちのラケットハウスキングのホームページでも好評ご予約受付中です。カードの方のリンクかもしくは概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらの方からご予約をお願いいたします。でこちらのラケットなんですけれども、まあ、非常にこう白ベースでかっこいいですよね。現行モデルがオレンジベースのラケットに対しても今回白基調ですから、非常に高級感のある仕上がりになっております。桑田さんからねクリスマスプレゼントじゃないんですけれども、まあ、12月に発売されると、まあ、誰かのプレゼントにっていう方もいらっしゃるかもしれません。まあ、そんな時にねガットもいろいろいいものを、つけたいということで、今回8種類のストリングからね、無料で1つお選びいただいてお届けしたいなと思っております。でもたくさんのストリング用意してますので、詳しくはリンク先の方見ていただいたらいいんですけれども、まあ、前衛用から後衛用、オールラウンドまでいろんなおすすめのストリングをご紹介しておりますので、ぜひぜひね、この機会にご予約いただければなと思います。そして、このラケット、まあ、どういう選手に使ってほしいかというところなんですけども、どんな人が使いやすいの、どんなプレイヤーに向いてるのっていうことをね、気になっている方もいらっしゃると思います。F レーザーの 7S、7V なんですけども、まあ、やはり反発力重視、ボールがね、当たればすぐ弾いてくれるというタイプのラケット。との性質になっております。で、まあ、打球感もねやや硬めですが、ヨネックスさんの7番台っていうのは張り上げるストリングとか強度によって扱いやすさが変わるんですね。だからちょっとセブンシリーズだと上級者っぽくて僕使えないなとか、私女の子なんであんま使いにくいかもしれないなと思っている方もいらっしゃるかもしれません。まあ、そんな方のためにおすすめのねポイントっていうのをご紹介したいと思います。今回 F レーザー 7S 7V の方にはですね、細いタイプのストリングも無料で付けさせていただいているんですけども、その中で特にサイバーナチュラルクロスアイというのがあるんですけれども、パワーに自信のない方、ちょっと扱えるか自信ないなっていう方はこちらのサイバーナチュラルクロスアイの方をお選びください。細くて非常に反発力のあるガットですので、力のない方でもね楽にボールが返球できると思います。そしてですね、まあ、やっぱりバシバシボールを打ちたいとかよく切れるよという方なんかにはデュオドライなんかを貼っていただければいいかなと思います。また昔から人気のあるミクロパワーですね、このあたりも無料ガットとして今回お付けしたいと思ってますので、まあ、ガットに悩まれた方っていうのはもういろいろこういろんな種類のガットありますから、もうお好きなやつを選んでねご購入いただければなと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。このね白くてかっこいいラケット発売が楽しみですね。発売はね12月の上旬頃を予定しております。クリスマスプレゼントに、大切なあの人に、そして自分へのご褒美にね1本これお買い上げいただいてはいかがでしょうか。毎年なんですけども、この限定商品争奪戦になります。非常にね人気のあるラケットですので、ぜひぜひ早めにご予約の方お願いいたします。ご予約の方はカードですね、カードの方のリンクもしくは概要欄にリンクが貼っております。そちらの方からご予約をお願いいたします。それではこの動画を見て面白いと思われた方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。